そう、キャンプね、初めてのキャンプは高校生の時でしたね。バイクで数人で、5、6人だったと思うな。で、やってきてね、キャンプ道具はね、その友達のお父さんに車で運んでもらいましたね。で、その初めてのキャンプした場所はこの場所ですね。ここでね、5、6人で、花火やったりとか、あの当時はしましたね。でね、朝ね、一人の同級生がね、コンセントないかって言うんだよね。当時はね、今と違ってポータブル電源とかない頃だったんでね、どうしたのって言ったらね、リーゼントを決めるためにドライヤー持ってきてね、ドライヤー使いたいんだって言うんですよね。みんな大笑いでしたね。そいつも亡くなっちゃいましたけどね、もうね、懐かしいな。すごいね、今日景色。磐梯山が湖面に映ってるね。キャンプしたいな。夢の数だけ空がある、アナザースカイ。空映さないの。JST マーク。はい、 JST マークです。今日はですね、車で来てるんですが、車中泊します。ただ普段ね、私がバイクで、キャンプツーリングする際の道具についてちょっと話したいと思います。今ね、コロナ禍以降キャンプブームということで、キャンプをされている方はいっぱいいるかと思います。そういう中でね、もう今さら道具がどうのっていうことではないよというふうに、思われる方もいるかと思うんですが、キャンプにね、必要なものは何かということで厳選していきますと、バイクの場合はやはり詰める量っていうのがどうしても決まってきます。で、そういう中で何が必要なのか、何がいらないのかということで、いろんな私もいらないものを買ったりしてまして、最終的にこれだけあればいいやっていうのがあったので、紹介していきたいと思います。まずこちらテントですね。これ実は私2つ目です。以前はこのドッペルゲンガー、のワンタッチ式を買っておりましたけども、それ結構こう大きさが大きいんですよね。それでこれはワンポールテントになります。こんな感じです。それとここに同じくドッペルゲンガーの出てるんで紹介しますけど、これは焚き火台です。これは三脚を立てて、そこの下で焚くような、火を焚くような形で、これはコンパクトで、結構重宝してます。そしてキャンプバッグですね。こちらキャンプ用のツーリングバッグです。これは開けますと、並べていきますね。はい、一応
主なものをバッグから取り出してみました。まず、先ほど言ったようにテントですね。これは、ね、絶対必要ですね。で、これワンポールテントが結構ね、コンパクトに収まるんです。収まってなおかつ、余裕で、広さスペースを確保できます。で、全室もできるんですよね。なのでこういうバッグ類とか靴類とか置いとくことが、全室に置いとくことができますんで、これ私のおすすめです。で、焚き火台、三脚形式の焚き火台で、これ必ず使った方がいいと思います。焚き火台の下にですね、ガラス繊維でできた焚き火台の下に敷くものですね。意外にここもちょっと枯れた草がありますけども、こういうところでね、焚き火をすると焚き火台があってもその下に火の粉が落ちることがあるんで、そこを燃やしてしまう、焼いてしまうということがあるので、これはこんなに小さく畳めるんで、使った方がよろしいかと思います。それからこれが大体これは大体の人は持ってると思うんですが、テーブルですね。コンパクトなテーブルになります。これは重宝しますね。風で飛ばされてる、やばい。よしよし、でこちらもテーブルなんですけども、こういうふうに折りたたみできるテーブル、何が違うかっていうと、これは低い位置に、ちょっと組み立てくるか、これはこんなに、低いテーブルなんですね。ちょっと物を置いたりとかねするのに、重宝します。で、当然この上で、食事するための道具を置いても構いません。で、こちらのテーブルはですね、これもドッペルゲンガーで、なんかドッペルゲンガーが意識してるわけじゃないんですけど、増えましたね。ちょっと風が今日あるんですよね。こういうふうに、布製でコンパクトに収まることができます。で、足がついてて、足を広げて、はい、こんな形でね、コンパクトに畳めるんですけど、ある程度の高さがあるテーブルになります。このぐらいでコンパクトになればね、あまり邪魔にならないので重宝してます。あとは椅子ですね。これはね、いろいろ定番でご存知かと思いますけど、その椅子です。これはちょっと映像でやります。後で組み立てます。それからなんて言っても夜寝たけのシラフです。今日はですね、これね、今日暑くなるっていうんで、モンベルのシャープ3というものなんですけども、これ夏用、春夏用というような形で私使ってます。ただね、シラフはいいものを買った方がいいと思います。夏でもね、テントの中ですと朝方とかやったら冷える時があります。そういう時のためにね、マイナス何十度とかいうような、まで耐えられるようなシラフ、寝袋ね、買った方がいいかと思います。私は今日はこれにしてますけども、南下のいいシラフは持ってます。で、あとはこれはエアマットになります。ちょっとこれね、空気抜けててね、今使えないんですけど、あとは食べるのには鍋類、これ一つあれば、これ組み合わせてるんで数増えてるんですけども、鍋類を一つあればいいかと思います。
まあお湯が沸かせたりラーメンでも煮れるというような、そういうようなシチュエーションを考えて一つ買えばいいのかなって思います。あとフライパン、これ余裕があればこんなのっていうことで、これ、ね、バッグに入るんでね、小さいフライパン私持ってます。で火関係なんですけど、これですね、これが一番、重宝します。外のバーナーですね、これ外のバーナーなんですが、こればっかり使ってます私。これが一番重宝して、これが良いかと思います。でこれは家庭用のガスボンベで、対応できるというんで、コンビニとかでも売ってるんでね、すぐ使えるかと思います。ただあれですね、標高の高いところとか行けばこれ使えないかと思うんですけど、普通のキャンプ場であればほとんどは使えると思います。こんな感じでね、乗せてやってます。あと必要なものですね、ランタン、このヘッドライト、これは便利です。トイレに夜ね行くときとか、洗い物するとか、ちょっとね夜行動するときにこれは必要です。あとテントの中でもこれは重宝します。大体これだけあれば要は済むわけなんですけども、あと醤油とか、サラダオイル、それからナイフですね、これ1本で大体足りちゃいますね。それからカップと、あとあれか、洗剤関係か、鍋とか洗う洗剤、関係ですね。でこれが基本形だと思ってください。あとはその人その人でね、キャンプの楽しみ方があるかと思います。何を目的でキャンプをするかによって道具っていろいろ変わるかと思うんですね。準備するもの変わるかと思うんです。キャンプをメインにするして楽しくやるということであれば、いろいろそれなりの道具とかが欲しくなるかと思うんですけども、基本的にはこんなとこで、特にねバイクで荷物があまり積めないようなキャンプであれば、この程度で私は今まで進んできてます。あとね、今日は車っていうこともあるんで、こんなランタンも持ってきていますけども、こんなのバイクツーリングでは、邪魔でしょうがないですよね。あと一つは大事なものがありました。あとはこれスリッパですね。何でもいいんです、どんなスリッパでも構わないので、やはり靴脱ぎたくなるんでね、こういうのも一つあればいいかなというふうに思います。あとゴミ袋、こんなとこですかね。以上、バイクツーリングで必要な、キャンプで必要なものということで、私はこれの形でやっております。それでは皆さん、楽しいバイクライフを。ありがとうございました。おまけ。